二と追うものは一とも得ず、どっちも求めると大抵何も得られないぞというありがたい教え。でも意地でもどっちも欲しいんだという欲張りな人もいると思います。私は好きですよ、そういう人。さあ、本日のダンディファミリーカーはホンダ新型ステップワゴン。欲張りな車にはどんな結末が待ってるんでしょうか。はい、こんばんは。人生最大のモテ期は幼稚園、カンパクダディです。前編はエクステリア、インテリアからチェックしていきましょう。さあ、新型ステップワゴン、1996年の初代から通算6代目フルモデルチェンジとなりました。日本にミニバンブームを巻き起こし、その後もトヨタ、ノアボクシー、日産セレナなどライバルひしめく国産ミドルクラスミニバンで、本日まで絶大な人気を博しています。プラットフォームやパワートレインは先代の改良型ではありますが、ボディサイズは一回り拡大しました。全長が 4830mm、 全幅が 1750mm、 全高が 1840mm となっております。とうとうね、3ナンバーサイズとなってしまいました。残念。お気に入りのデザインポイントはウィンドウライン。初代に回帰したかのようなシンプルなラインを採用。便利な箱、ボックス感がある外観はウラウラ感や無理のある躍動感を重視したミニバンが多い中、新鮮さを感じます。個人的にはドストライクデザインですね。お化粧だけスポーティーにしてる車ってね、私大嫌いなんですよ。本来のバンにキャラクターを振っていますね。いいですね。こういう自分らしさを貫いてるデザインってね、すごく好きです。まあ、そう感じるのは自分らしさって何なんだろうという私自身のコンプレックスの裏返しでもあるんでしょうけどね。はい、先を取り直してフロントへフォーカスします。正直、シンプルゆえに強烈な印象は残りません。エアグレードはよりシンプルでスッキリとしてます。どっちかといえば優しいテイストって感じですね。ただ、ホンダさんのフル LED ヘッドライトはね、相変わらず美しくキラキラしております。ホンダさんのライトユニット設計部はね、個人的に結構応援している部門でございます。知らんがな。ちなみに今回もホンダカーズ北千葉、流山大高の森店さんに撮影協力いただいております。今年で創業40周年だそうで、9月には、ちょうどこの動画が公開される頃ですかね、市内に大型中古車販売店もオープンするそうですよ。お近くにお住まいの方はぜひチェックしてみてください。リアは当初のミニバンらしく縦長にどっしりとしたデザイン。ブレーキランプも縦長、減点回避。こうするとシンプルゆえに部品数が減って製造コストが抑えられます。テントパターンはこんな感じです。16インチホイールはこんな感じ。ブリヂストントランザ 205-60R16 インチ。デザインはエレガントではなくガッチリ感。バンタイプにはぴったりなツートンホイールだと思います。サスペンション形式は前輪がマクファーソンストラット、後輪はトーションバー。乗り心地は近日公開の試乗編でお伝えします。エンジンルームも見ておきましょう。今回お借りしたグレードはスパーダ。排気量2リッターの EHEV ハイブリッドユニット、 FF 駆動のモデルです。最大エンジン出力が145馬力、モーター出力が184馬力、モーターの最大トルクは 315Nm となっています。エンジンマウントは十字マウントですかね。しっかりしてそうですね。ラゲージは電動テールゲート。ワクワクゲートは廃止となりました。ちょっと名残惜しいですね。広いというよりは深い。キャスター付きのスーツケースとかね、スポッと収納できそうです。サードシートは6対4分割、5.5 対 4.5 ぐらいかな。中途半端ですね。まあ、6対4分割可動式です。ほぼワンタッチで床下に格納ができます。すごくスッキリしますね。その代わりラゲッジ下に洗車グッズだったり、公園で使うおもちゃだったり、予備のおむつとかを常備しておくっていうのができないですね。ドアノブは連続性のあるストレートデザイン。かっこいい。おお、タッチで動くよ。来たこれ。普通こう引っ張る動作するじゃないですか。私これ嫌いなのよね。さらに内側からもボタンで開閉できるようになりました。これ楽でいいな。ドア開口でかすぎじゃない？これで剛性確保できてるんですか？すごいね。はい、じゃあ乗り込みましょう。広すぎでしょ。広すぎワロタですね。私ミニバン嫌いな人種なんですけども、やっぱこれはすごいよね。先日のノアよりはわずかに膝前広く感じますね。スパーダモデルにはオットマンもあり快適。これでおむつ替えもやりやすくなりますし、靴を脱がせた子供たちが座っても居心地が良さそうです。座席前にはテーブル、 USB ポートやビニール袋用のフックもありますね。便利。
ちなみにジョイスティックのようにグリグリネルネル動かせますよ。はい、3列目行ってみましょう。モロチンウォークスルーで移動できます。お、視界がいい。窓も四角くて大きいので明るいですね。で、座面の高さが1列2列3列とだんだん高くなっています。あのシアターシートっていうんでしょうか。なのでね、見晴らしがねとてもいいです。あのマニアックですけど、マツダのビアンテみたいですね。ははー、違うか。でね、座り心地いい。ノアと比べちゃうと3列目シートはね、圧倒的にこっちの方がいいですね。シートはフィットから改良が加えられた大型のシートフレームを使って、ウレタンの厚みを 2.3mm、 あ、違う、23mm アップしております。3列目シートはおまけです。非常用です。ではなくしたのがこの車、みんな幸せ。まあ、粗探しをするとすれば、一番後ろには 12V シガ電源じゃなくて 100V の電源が欲しいところですね。先日ご紹介しましたトヨタノアは、畳んだ時に極力すっきりさせるためにシート座面は薄めでしたが、床下格納式のこのステップワゴンは座面を分厚くできるわけですね。跳ね上げて床下収納を確保するのか、床下収納を犠牲にして座り心地と視界を良くするのか、5人以上の家族構成だったらステップワゴン一択かなと思います。はい、この通り挟み込み防止機能も搭載です。さあ、子育て世帯のお父さん目線でもチェック入れてみましょう。ダンディチェック。ベーシックなサイズの A 型ベビーカー入れてみました。どんな風にも入れられますが、垂直置きがね一番使い勝手良さそうですね。あとはこんな感じで畳まずにそのまま格納しちゃうっていうのもいいかもしれません。余ったベルトでね、簡易的に固定はできます。リアドアにはチャイルドロックあります。アイソフィックス金具あります。カップホルダーもあります。ギリギリ哺乳瓶は倒れない。ミルク作りも車内でできます。で、ルームランプの明るさがね、2段階なのは気配り上手ですね。パチパチパチ。旅行中とかね、どうしても夜高速走りながらお世話しないといけない時ってね、あるもんなんですよね。こちらは後席に座った子供目線のリアビューです。リアウィンドウが大きく、ヘッドレストが小ぶりなので外はねとっても見やすいです。日よけもあるし、大好きな働く車がよく見えることでしょう。まあ、ミニバンなのでチャイルドシートは使いやすくて当たり前。まあ、イメージ程度にご覧ください。めちゃくちゃ広いので車内に入ってベルトがしてあげられるってのはありがたいですよね。特に雨の日です。セダンタイプはねどうしても勝てないポイントです。正直羨ましいです。後席からのインテリア前傾です。水平ラインを基調とし整然としていてかっこいい。で、レザー調のソフト素材を多用していて高級感もあるのですが、まあ、黒一色でどこか味気ない気もします。シビックみたいにサテンメッキの縁取りがちょっとあってもいいんじゃないかなって気もします。フロントドアも大きいですね。ドアロックはもちろんタッチ式です。内張りは一番上がハードプラ、中間層はフニフニとした気持ちのいいソフトパッド、スイッチ類がサテンシルバーでね、いいアクセントとなっております。はい、前傾はこんな感じ。では乗り込むのかい乗り込まないのかい、どっちなんだい。乗り込む。最初に目を引くのはエレクトリックギアセレクター。このボタン式シフトは使いづらいという声も多いようですが、大丈夫、すぐに慣れます。コツは人差し指で押そうとしないこと。凹凸を感じながら中指とかで触れるように操作しましょう。まあ、ただしね、この方式の最大のメリットは、昔あのホンダ E をレビューした時にコメントした通り、あのノブがないので平らにできることなんですね。せっかくバイワイヤーなんですから、センターアームレスト位置にこのスイッチ配置した方がよりスッキリしたと思います。ステアリングデザインも洗練されてきましたね。左側がインフォメーション系、右が運転支援系。唯一残念な点はステアリングヒーター設定がないこと。子供たちが大きくなると嫌でもね、送り迎えって増えるんですよ。朝っぱらのお父さんお母さんはね、手が冷たいんじゃ。メーターは 10.2 インチのデジタルディスプレイ。2眼表示とバー表示モードが選べます。まあ見やすくていいんですけれども、マップ表示はできません。あとね、アクリルカバーが欲しいかな。今の時代にそのディスプレイフレームが出っ張ってるっていうのはね、ちょっといただけないですね。昔の液晶テレビみたいな、こうじゃなくてこうしてほしいね。シートポジションは手動式、アクセルペダルは吊り下げ式、チルトテレスコを始めました。ドライビングポジションもなかなか良い位置ですね。アクセルもリラックスして踏めそうです。ハンドル軸は体の中心。こちらが運転席からの後方視界ですね。たびたびノアと比べちゃって申し訳ないんですけれども、やっぱりスクエアウィンドウがサードシートまで見えるので、後方確認の安心感がね、段違いですね。光が入ってくるので、あ、なんか俺の車明るいなと感じます。
前方視界も3ナンバーサイズになった割に見やすいですね。センターにはどでかい純正のナビモニター 11.4 インチ。どこまで行くんだ日本。サンダーバード世代だろうが勇者シリーズ世代だろうが、男なら誰でもこのギミックは好きなはず。え、あまり DVD 使わないって。かっこいいからいいんだよ。下にはエアコン吹き出し口、電動パーキング類、シフトボタン。近年のホンダさんのエアコンダイヤルはね、私すごくお気に入りです。チキ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 ッとね、金庫のダイヤルのようなクリックがね。うお、空気清浄レベルもわかるんだって。すごいけどいらねえ。豊富な収納ポケット、電源ポート類、他にも日常使いを便利にするギミックが各所に散りばめられております。オーバーヘッドコンソールには普通のバックミラー、ランプ類は LED、 中央には緊急時 SOS コールボタンとオペレーターコールボタン。お、サングラスホルダーあった、嬉しいですね。中も外も直線を基調としていて、四角い箱というバンタイプ本来のアイデンティティにね、誇りを持ったデザインでした。シンプルゆえに飽きが来ないので長く愛せる車になると思うんですよ。さあ次回はお楽しみの試乗編です。ミニバンなんてどれも同じと思ってる頭でっかちの私、果たして新型ステップワゴンも頭でっかちの走りをするんでしょうか。はい、それではこの動画を見て、たとえ使いづらくてもワクワクゲートのアイデアは好きだったんだけどな、という方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。お父さんになっても自分がかっこいいと思える車に乗り続けてくださいね。それでは全国の新米お父さんお母さん、今日も一日子育てお疲れ様でした。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイビー。